さあこの後も佐藤信長さんにたっぷりお話聞いていきたいと思いますけれども、今日は、ね、美肌の質問がたくさんありましたけれども、今回のママテレおなじみの専門家のくるみ皮膚科の、鹿島亜紀先生にお話も聞いてますので、そのあたりも聞いていきたいと思いますが、お肌のお悩みもね、はい、いろいろいただいておりまして、まあ、視聴者の方からもいただいてるんですけれども、ポテネコさん55歳の方、女性の方、秋になりましたが日焼け止めは毎日した方がいいですかというお悩みもいただいてるんですけど、日焼け止めもずっとされてますもんね。あ、でも冬とかは逆にあんまりしなくなっちゃう、やった方がいいのは分かってるんですけど、うん、やっぱ夏って感じがしますよね、日焼け止めって。でも今年ってずっと暑かった、残暑続きましたけど、はい、どの辺からかなみたいな。あ、でもまだやってます、まだ塗ってますけど、なんかもう長袖でその羽織1枚ぐらいかなの時期ぐらいからはちょっと意識が毎年弱まってる感じはありますね、自分の中で。あ、なるほど、はい、でもこれ鹿島先生に聞きましたら、うん、この光老化を防ぐためにもやっぱり一年中年間通して紫外線対策はした方がいいですよ、肌を守ること必須ですよ。腕ももう全部です、お顔も。お顔はなんか化粧するんで、うん、ここまではね、うん、やるけど。さあ続いてリリーさん54歳の方日焼け止めを使うと痒くなるので全く使っていませんが、60代70代になった時恐ろしいことになるのでしょうか、どうなんでしょうか、先生教えてください。はい、紫外線で恐ろしいことは2つあります。先ほどお伝えした光老化だけではなく皮膚がんの発症のリスクが高くなることです。皮膚がんは日照時間の長い宮崎では特に多いんですけれども、晴れた日が多い時に繰り返し紫外線に当たることで日光角化症という皮膚がんになることがあります。ご家族の方、お父様やお母様にカサカサした赤いシミを見つけたら、それは皮膚がんのサインかもしれません。ぜひご自身の紫外線対策だけじゃなくって、ご家族にもそのことを教えてあげてください。どうしても日焼け止めが塗れない方は日傘をなさったり、サングラスをおかけになったり、遮光の効果があるパーカーなどお召しになって、いろいろな方向からのアプローチをしていただきたいと思います。うわ、皮膚がんですって怖いですね。怖いですね。なんか僕のひいおばあちゃんが皮膚がんになっちゃってたんですよ。はい、もうあれなんですけど、うん、やっぱりそういうのもあってすごい昔から気をつけなさいって、はあ、ご家族がねやっぱりそういう経験されてるから、はい、そうなんですよ。ご家族同士で気をつけ合う、ね、分かりやすいなんかポイントみたいな言われてました、ね、赤いカサカサって知らなかったです、ね、はい、そう言われてみるとなんか、ね、普段ないものができてる時にはやっぱ気をつけないといけないってことかな。そうならないように赤いカサカサ、ね、できるケアはしておきたいです ね、はい、ですね。さあ続いては小豚さんです。毛穴の開きが目立って頬の垂れや小じわが増えてきました。産後は小さなシミっぽいものも出ています。いつもお手入れはオールインワンジェルなどで安く上げようとしています。こういった悩みにおすすめの簡単で時短のお手入れ方法あれば教えてくださいということで、先生教えてください。先ほどの毛穴の開き、たるみ、シミ、シワ、いずれも光老化によるものです。では自分でできる時短で簡単な方法が3つあります。1つ目が先ほどの紫外線をブロックすること、2番目が活性酸素をブロックすること、3番目が細胞の糖化をブロックすることです。ブロックが今3つ出てきましたけどもね、活性酸素をブロック、初めて聞きました、ね、これ活性酸素っていうものがお肌をいわゆる錆びつかせると、へでシミとかシワを増やすだけじゃなくって、さっきの話ありましたがんとか生活習慣病の原因になるということで、抗酸化作用のあるものを取り入れましょうというのが、これがポリフェノールでございますね。チョコレートにもいっぱいあると、うん、ね、か緑茶とか豆乳もだって、まみちゃん、いいです ね、 ね、手頃に取り入れられる。女性は豆乳取りましょうよなんて、豆製品とか大豆とかイソフラボンとか ね、 ね、このポリフェノール系をたくさん取れるといいんじゃないかな、はい、もう一つ細胞の糖化をブロックとありました、うんうん、糖化というのはいわゆる体が焦げること、体の焦げです。食事などで取った糖質が体の中のタンパク質と結びついて細胞を劣化させます。糖化が進むと AGE という物質が生まれ、神秘皮膚の、ね、神秘にどんどん蓄積して炎症反応を起こします。すると神秘のコラーゲンの弾力性が低下し、シワやたるみの原因になります。やめてくれ。
血糖値を急激に上げる甘いものですとかおうどんとか白米は、まあ、適宜に摂った方がいいということ、大量にこう急に摂取すると結びついちゃう、お肌を考えたらそう、逆にじゃあ AGE を減らす作用があるのは何でしょうか。さっきの、ね、ポリフェノールはやっぱいいそうですよ。それともう一つお酢とか、レモン、お酢ドリンクとかいっぱいありますもんね。コンビニとかでクローズドリンクとかは、私もなんですよ。クローズドリンク美味しいしね、すごいさっぱりしてて、美味しいんですよ。そういうの気にしながらやっていくっていうのが大事なのかもしれない。確実に今日焼けしたな、昨日おうどん2杯食べたな、結びついてるなみたいなイメージするのもね、いいかもしれませんね。はい、まあ、本当にあのママテレで優しく教えてくださいます鹿島先生から、最後にメッセージでございます。こちらです。皆さん毎日お忙しい中で育児、家事、それからお仕事までちゃんと頑張ってらっしゃって、その上綺麗になるアンテナまで張ってすごい立派だなって尊敬します。私たちなかなか自分だけの時間、美容のための時間取ることができないんだけど、その分子育て一生懸命頑張ることで、今までは気づかなかった人から受ける優しさであったり、あと自分でだけでは思いもつかなかった人の痛みを感じるようになったり、いろんな人生の宝物を手に入れてます。子育てすることで皆さんど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 んそういった内面からの美しさが増しますように、私たちもできる限り応援をしたいと思っています。どうぞ頑張ってください。キュートですね。ありがとうございます。でも本当なんか、まあ、いろんな、ね、そのリアルなお花と話今しましたけど、子育てしてる女性の美しさみたいな、内面的な美しさというのは信長さん感じられます？そうですね、やっぱ実際母とかも、大変だったと思うんですけど、子育てるの、まあ、そんな中でも一生懸命育ててくれたので、まあ、今でもすごい僕のこと仕事を応援してくれてますし、なんか優しさとか母としての強さみたいなのはやっぱ会うたびに感じますね。だからなんか恩返しというか親孝行したいなっていう気持ちはありますね、湧いてきますね、はい、でもそれはやっぱりね、愛情たっぷり受けたから信長さんが今思えるんだろうなと思いますしね、はい、ありますね、はい、やっぱこう人気職業だから、まあ、こういう質問ってあんまされないのかもわからないけど、はい、その自分が家族作るとそれからパートナーになる女性とかにどんな愛情を注ぎたいなとかっていうのはあります？そうですね、やっぱ常に優しくはありたいなっていうのはあって、まあ、ずっと一緒にいたら喧嘩とかいろいろうまくいかないこととか、もう子供とかともあるとは思うんですけど、やっぱ仲いい家族でいたいなっていうのは将来的にはありますね。自分の年だと周りでも結婚してる友達とか、うん、宮崎だといっぱい本当にいて、ね、子供ももう3人いるよみたいな友達とかもいて、すっごい幸せそうなんですよ、本当溺愛してるみたいな感じなんで、やっぱそういうの見ると幸せそうだな、いいなって思いますね、はい、なんかそういう子育ての楽しさとか、なんか内面から出る美しさの話、先生からもありましたけど、なんかそういうのがまたこう伝えられるといいなとね、ママテレではいつも思っています。はい、ではここで一旦 CM です。さあ、ということで今日は佐藤信長スペシャルでお送りしましたけれども、信長さんに来ていただいて本当楽しかったですね。ありがとうございました。なんかいろんなお肌の話も聞きましたし、なんか信長さんの思う家族感みたいなのも聞きましたし、お肌はまたこれからちょっとワンランク上げて対策をやっていこうみたいな。そうですね、やっぱり今までもやってたつもりだったんですけど、今日本当に勉強になったこともたくさんあるので、やっぱこれからもさらにレベルアップできるように、お肌のケアも年は取るばっかりなんで、はい、ケアしていこうと思います。そして進化する佐藤信長さんにも注目ですよ、ね、まだまだいっぱいお仕事お忙しいんでしょ。この後ちょっと舞台がどうですか、宮崎のたくさんの方、本当にリンクでも信長さんを応援する声がたくさん届いてるんですけど、改めてこう宮崎のファンの思い感じることとか、なんか伝えたいこととかあります？はい、そうですね、そのリンクにもその月何回か出させていただくようになって、やっぱ宮崎での露出が以前と比べてだいぶ増えたことで、やっぱ
街中とかご飯屋さんとか行っても声かけられることが本当に増えたんですよ、うん、本当にそれが嬉しくて、なんで遠慮される方とかもいらっしゃるんですけど、ぜひ声かけていただきたいなって思いますし、あの宮崎大使に、そうなんですよ、宮崎大使でいらっしゃるから、はい、なのでよりこう宮崎を PR して、はい、行きたいなと思っております。いつも皆さんの声があの力になってます。ありがとうございます、ありがとうございます。できればちょっと寄っていただいていいですか。ちょっとアップをね、ぜひ見てみて、はい、うわ、見てくださいよ、このね、宮崎が生んだ宝、ですね、ぜひ宮崎をどん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 ね発信していただいて、信長さん自身もご活躍をねまた期待してますので、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてまた信長さんいつかまた出てくださるかもしれませんので、視聴者の方聞きたいことありましたら、どんどん UMK アプリからご応募ください。お待ちしております。ではまたママテレ次回元気にお会いします。またです。さよなら。信長さん、ありがとうございました。ありがとうございました。